演武開演。どうも、私のズレズレなる日常演武さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちらアムニーのトリックさん、お気に入りのスモークチキンとスライスを食べたいと思います。国産でもスモークチキンと食べます。スモークチキンとイブシキンスペースなんですね。お、結構いい香りしますね。こういう風に、うん、結構いい色ですね。ではいただきます。燻製するとまた違った美味しさが引き出されていいですね。旨味の詰まった鶏胸肉を噛むと、噛んだ瞬間に口の中にと旨味がぶわっと広がってきましたね。で、ハムとはまた違った美味しさがありました。これ、チャーシューとかにも似ていますね。ラーメンとかのトッピングにもいいかもしれませんね。いろいろアレンジもできそうですね。サラダチキンとはまた違いますね。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武編にパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。